僕たちと同じように受け取っていただけたら幸いです。皆さん準備よろしいでしょうか。それでは参りたいと思います。続いて踊っていただくのは名古屋市中区よりお越しの神楽の皆さんです。作品のタイトルは遥かその先。尾張藩七代藩主徳川宗春公が礎を築いた芸どころ名古屋。時代を超えて遥かそのより咲き続ける名古屋の芸を神楽らしく絢爛豪華に表現します。芸どころ名古屋、ここにあり。それでは踊っていただきましょう。神楽の皆さんです。どうぞ。神楽、思い馳せるは遥かその先。